カール一世は、ドイツのプファルツツバイブリュッケンビルケンフェルト公、プファルツツバイブリュッケン公ボルフガングと比で、ヘッセンホーハクフィリップ一世の娘であるアンナの間の後何として生まれた。9歳で父を亡くすと、兄たちと共にプファルツツバイブリュッケン公領を分割相続し、公領を構成する、シュポンハイム博領の一部である。 ビルケンフェルトとその周辺部の小規模な書量を与えられた。カール一世は学識ある公爵として有名で、ビルケンフェルト城の付属図書館に文化的価値の高い書物を収集することに熱心だった。また愚直な性格の持ち主であった。長男で後継ぎのゲオルク・ビルヘルムが生まれた際には、 記念貨幣を発行している。カール一世は、ビッテルスバッハ家内の、ツバイブリュッケン・ビルケンフェルト系統の子祖であり、バイエルンオケの直接の子祖にあたる。1600年に、居城ビルケンフェルト城で死去し、福音派のマイゼンハイムの旧地教会に葬られた。息子は、未だ幼かったため、二人の兄、プファルツ・ノイブルク公フィリップルートビヒト、プファルツ・ツバイブリュッケン公を、 ヨハン一世が摂政として、ビルケンフェルト公領の統治を行った。1586年2月23日に、連れにおいて、リューネブルク公、ビルヘルムの娘ドロテアと結婚し、4人の子女を設けた。ありがとうございます。